はい、皆さんおはようございます。ラッキーウッキー、こんにちは、トーベイです。はい、今日はですね、12月の13日、はい、私のホームであるね、大倉池でまた彫刻の方していきたいと思います。12月に入りましてですね、釣果の方がですね、かなりきつくなってきてますね。本当にね、お昼までにね、1枚2枚釣れるか釣れないかという状況になっております。こういう時ね、魚影の濃いね、管理釣り場とかですね、野池さん羨ましいですね。ここはね、残念ながらね、そこまで濃くないんですよ。それでもね、頑張って竿の方を出していきたいと思いますんで、今日も最後までご視聴の方よろしくお願いします。それではやるぜー。はい、本日使う餌なんですが、段底とですね、つぶせんの方を使っていきたいと思います。いい、よろしく。はい、1パック、2パック。3パック。4と。4。はい、入れました。はい、4入れました。で、こちらとですね。すいません。私の動画ではね、初めてになりますね。すいません。こちらの方はですね。一応ね、段底のですね、段底の裏のパッケージ通りに作って、今日は調光していきたいと思います。だいたいね、だいたい50入れました。だいたいね、まあこのつぶせんなんですけど、水につけてね、使うやり方とですね、このようにですね、一緒に入れてですね、使うやり方の方がありますので、まあ、それぞれね、その野池と野池やですね、管理釣り場で合った方法で使ってもらうといいと思います。ここにですね、水一、わしゃわしゃ、ちょっとね、どうでしょう。あとはですね、ちゃんとこのね、パワーを信じて調光の方していきたいと思います。でね、いつも使ってるね、トロカンタ、こちらの方をね、説明しながら、使っていきたいと思います。本当はね、ペットボトルのね、キャップが欲しいところなんですけど、今日ね、急いできましたんで、ちょっと忘れちゃいましたよ。はい、やってきます。トロスイング、トーベ大好き、トロスイミです。トロスイミと、簡単、まだ開けてないです。こちら開けます。で、トロスイミの方ですね、だいたいね、小さいキャップでね、半分ぐらいを目安にしてですね、こちらの簡単の方に入れていきます。これがね、多すぎる、トロスイミが多すぎると、すごい重い餌になっちゃいますんで、もともとね、トロスイミって重いんで、本当にね、ペットボトルのキャップ2つぐらいでいいです。で、入れます。で、蓋閉じます。そしてかき混ぜます。よくね、かき混ぜます。はい、これでね、トロスイカンタン。トロスイカンタンが出来上がりました。こういうね、まばらにね、トロスイが見れれば OK です。まばらにですよ、
あくまで固まらないようにですね。はい、できました。これでね、本日はこれを使って彫刻の方していきたいと思います。入れました。はい、蓋します。そしてセーフ。はい、音がなくなったら完了です。はい、行きましょう。はい、でこいつをこれからですね、本当にね、グルテンかダントコっていう選択肢に迫られてくると思いますね。両団子で釣るのはね、難しい季節になってきますよ。はい、出来上がり。うまいですね。朝がバタバタしてましたんだね、ようやく一服ですよ。さあ、これからね、彫刻の方していきます。1投目打ち込みたいと思います。今日は旧車庫のね、弾床の方やっていきます。そこばかりはもうすでに終わらせております。着弾、着弾、そして道へと沈める。はい、餌付けの方はですね、すぐバラケを落としたいんで頭から突き刺します。頭から突き刺して地元を締める。そしてせーの、バスティーンと。はい、はい、餌つけました。せーの、わっしょい。はい、風のない、風のない、風の弱い時期をね、見計らってね、撮影です。本日は弾床でですね、トロスイミーですね、トロカンタン、こちらを使ってですね、彫刻の方しております。いや、日がね、照ってないんでね、寒いですよ。もうそろそろね、グルテン優先になるのかなとかね、思いつつですね、一応グルテンもね、一袋持ってきて、グルテン式の方持ってきておりますが、とりあえずね、ダントコでね、やりたいなとか思ってね。なんでかっていうと、ダントコの方がですね、当たりが大きいんでね、釣りやすいんですよ。まあ、グルテン、まあ、この時期ね、本当にね、トコ釣りの方がね、トコ釣り上手い方の方がね、やっぱ超過上がりますんでね。私ね、トコ釣りね、毎回言うようなんですけど、苦手なんですよ。はい、浮きもね、流れますんでね、撮影もしにくいですよ。もう掘り込んでからね、2メートルぐらいね、流されちゃいますね。いや、今日はね、そこもね、川の中もね、流れが速いですね、やっぱり。はい、モロコばっかりですね、今日は。はい、モロコです。はい、まだぺっちゃんこね、ぺっちゃんこですね、うん、ようやくね、釣ることができました。新しいね、餌をね、作り変えてあと30分って言って粘ってるところ、ようやく釣りましたよ。あー、なんとかね、魚の姿が見れましたよ。嬉しいですね。実はね、この前にですね、2回バラしてるんですよ、私。浮きのね、動画がね、見れずに、ちょっと皆さんの方には残念なあれですけど、ようやく1枚です。ありがたい。本当にね、1枚釣るのに必死なの池です。
嬉しい。はい、ありがとうございます。ありがとうね。はい、東部です。ようやくね、1枚釣ることできましたよ。嬉しい。はい、まだね、餌の方ねありますんで、最後まで売っていきたいと思います。実はね、30分分だけね、餌の方また作りました。はい、せーの、わっしょい。本当にね、厳しいですね、野池は。野池本当に厳しいですよ。1匹釣れば欲が出る欲の塊、東部でございます。なんとかね、1枚釣ることができましたよ。11時から来てですね、もう時刻の方はね、もうすぐね3時になります。とりあえずね、1枚釣れて安堵しておりますよ。またね、浮きのシーンが取れなかったですよ。まあ急に来たもんですからね、急に当たりの方が発生したもんで、いや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 、今日はね坊主かなって覚悟してたんですけどね、釣れてよかった。3練り目のね、餌を変えた瞬間の一発目です。餌を変えた瞬間にね、釣れるってことよくあるんですよ。電池がね、切れかかりのところ2枚目釣りました。残念ながらね、モバイルバッテリーの方がないんで、今日はこれで勘弁してもらいたいと思います。はい、2枚目ゲット。太鼓いいですよ。はい、尺、はい、見ての通りね、私の餌箱ですね、30センチありますんで尺ありますね。はい、お疲れ様です。ありがとう。2枚目。残念ながらね、きっちカチッとしたね当たりはないです今日。やっぱりみんなモズ当たりですね。いやー、今日はね本当にね、渋い一日になりました。なんとかね、釣ることができました。よかったよかった。本当はね、もう帰ろうと思ってたところですね、まあ30分ぐらいの餌を作ってですね、ようやく釣ることができましたよ。本当にね、釣り続けるのがね、難しくなる季節になりました。いやー、よかった。とりあえずね、一安心してね、帰ることができますよ。それではね、上がりたいと思います。いやー、疲れました。本当にね、バタバタして慌ただしい釣りになりました今日は。それでは上がりたいと思います。ではまた。